日もこれなんで、今日もここで確認ジムリアルを紹介しまして、よさこいから離れてしまった友人の帰りを待つため、いつでも帰ってこれる場所をコンセプトに、100年先まで成長し続けるよさこいチーム100物語を結成いたしましたというコメントをいただいております。それではよろずや先生100物語の皆さんです。ここに語るは妖怪百年本門九尾の狐の最後の物語。かつて出会い争いちぎりを交わした大妖ヤマタノオロチ、共に人の子をほふり支配し、あげくその大蛇をも手にかけ、ついにこの世の頂を手にした九尾の狐は、長いまどろみの時を漂っていた。百物語第10話、白面根門九尾の狐。百物語第10話、これにて終幕。